えー、こんにちは。今日は、つれずれ草を読むの二百三十七回になります。つれずれ草は全部で二百四十三段あるんですけども、あと八、九十、十一、十二、一、二、三、あと八回ですね。これ以降で、えー、全体が完結するわけです。このシリーズは、これまでずっと私が読んできたのは。 まず最初に声に出して読むための手がかりをつかむために、えー、この原文そのものを丁寧に読みまして、えー、どこで区切ったらいいのかとかあるいはあのアクセントをどこに置いたらいいのかというねそういうところの印を確認、えー、つけて確認するわけです。 そして最後に私が読み上げるのですけれども、えー、内容の、えー、専門的な解,解説ではなくて <laughs> 特に私が読み取りたいのは、えー、健子さんが何でこの243段の中にこの文章を書いたのかさまざまな側面が見えてくるんですけれども。 この終わりに近づくこの230番台の文章というのはいろいろメモ的的ななああるるいは物覚えもものもあるんですねですから前半よりも今振り返りますとねまとまったお話として人に読んでもらうというふうなものではなくて本当に 何か自分の心覚えみたいなもので書いているというそういう印象が出てきますね。今日取り上げるのもそうですけども日常生活の本当にうーんちょっとしたアイデアとか思いつきとか、えー、忘れないようにしておくというもの心覚えみたいなものがあるんですね。でそれが 逆に言うと日常の生活をしっかり見つめるとかあるいは日常そのものを大事にするというねそういう健康さんの心遣いいいみたいなものがが見えててくる気がしています、えー、さて、うん、<laughs> ここまで話をしてきましたけども何を早く読めようという方にはこの動画の下に「何分何秒」という、えー チャプターと言っていいのでしょうかねあの時間的に飛べるところを作っておきますので私が読み始めるところへポーンと飛べますのでそこをタッチしてもらえばよろしいかと思います。で、えー、使いますテキストはこの頭の上にあります「岩波文庫」の「ワイド版」というやつです。あの字が大きくあの文庫版をそのまま 拡大したような形であの作られているテキストですね。でこれには、えー、西えー、うん、<laughs> あれ <laughs> 西尾実さんが、えー、語尺を書いています。語尺というのはこの左のテキストで言いますと漢数字で、えー、言葉の脇に一二三四五と書いてありますけどもね。そこのところの 語句については後ろに宙がついてまして解説してあるしかし現代語訳というよという,う現代語に、えー、分かりやすく言い回しを変えたものは載っていません。それが私は気に入ってるんですけどもねつまり、えー、文章を理解するというのは実は自分で同じようににいて 言葉をの音を浮かべながら自分で読んでいる自分で書いているようなつもりで、えー、口に出していくときにわかるんだというねそういう考えが私にはありまして目で読んだときでも実は頭の中に声のイメージというのは浮かんでるんですねそもそも言葉というのはう音声なんだというのは私の基本的考えです で音声は個性化すするんです文字は個性化しません文字に書いたものは誰が見ても同じように見えてしまうんですけども、えー、声にした時にはその人その人の微妙な読み方がまるで音楽の演奏のようについてきましてねそれが解釈なんだと。その人うのを英語で言いますと「で、とういうのあの英語で言いますと「 オーラルインタープリテーションっていうんですね、えー、口に出して声に出して理解をするというそういう考えでしたでそれの実践として私はこれをずっと続けているわけです。今日が回段が回段段段いいかな 七の方が何か古臭くていいいですね古臭いのあえて選んでますけどこれね、えー、書いておきましょう「七段」ですね注意書きそう読むつもりで、えー、います。というところで準備作業に入りましょうか。 赤ペンで今あちょいちょい書きましたけども印をつけたり、えー、必要事項に、えー、コメントをしておきますしていきます。でまずですね「段落が2つに分かれているよ」最初3行あと2行ですね大体いい話題が変わるときには段落が変わるだろうで今回の話題というのは237段。えー23 柳箱にするものとこういうふうに名詞でくくれることを山かっこですねこれが意外と役に立つんです皆さんは、えー、実は目読をするときにもこういう塊を意識しているはずなんですが実際にこの印をつけてみないと意識が明確にならないぼーっと読んでしまうわけです で、山かっこでで山す。す。箱に据えるものです問題はねこの柳箱っていうんですけども、えー、柳の木で持って組み合わせて作った棚のようなものというか箱のようなもの箱というよりは <coughs> 何か、えー 棚板みたいなものが並んでいるような感じがするんですね。で説明見てもよくわかりません。誰か柳ナ箱って何ですかってあの棚のようにして木を木の板を5尺幅っていうの5尺で15センチですか？1尺3さ3515でこのぐらいの長さに木を切って それをこう並べて、えー、な何かこう編んでいるというかもんですねで下には足がついてるっていうんですけどもね箱というよりは棚みたいな感じがするんですがまあ生理用の箱というか棚みたいなものだといい加減に考えとけばいいでしょう。それよりもここに書いてあるのはその働きとか使い方なんですね。 柳箱にすうるものは縦様横様 <laughs> はちょっとこうね縦様っていうのは縦に置く横に置くっていうんですねその柳箱というものは木,木の板を柳の木の板を編んでこう並べているでこう並べれば横縦にこうずっと並ぶわけですけどね横に組めばこういうふうになるわけですねどうもね。 そうですね私のイメージで言うとやっぱりこう正面向かってこう縦並べになってんじゃないかなこの木のまあ薄い板だと思いますよ薄い板だか厚い板だかそれもよく分かりませんがね <laughs> 注釈読んでもねよくわかんないですで。こう並べて木の板が組んであると。紐で組んでるんだかなんだかね物によるべきニ屋っていうのはねこのニ屋っていうのはね 大体は、ね、疑問です、えー、その柳箱に据えるもの置くものですね縦に置くか横に置くかはそのものによるんだとだろうかとよるものによるべきだろうなっていうふうに言ってますね。でこういう鍵がつ親切についてまして誰か言ったことです、えー、三条の右大臣です。ここで切りましょうね。 三条の右大臣殿仰せ羅歴おっしゃったつまり健子さんから見れば尊敬にあたるべき尊敬語で書いてありますからね三条の右大臣さんが言ってた仰せ羅歴でこれも大事なのは文末におけるアクセントです羅歴なのかねこれも王政羅歴です。 でこれは私がやっている「二三斬り」というのでここは「大瀬」と「羅」列に切れる「大瀬羅」列じゃなくてね「大瀬羅」列と「三三」に分かれるそうするとオセラレキ「大瀬羅」列「羅」列「羅」列でなくてね「羅」で羅」レも,キも「木」も強い音ではありませんね羅」列この「羅」が多分尊敬ですね。 尊敬を示すこのらが強いアクセントがあるで何をおっしゃったかと言いますと巻物などはちゃんと赤で書きましょう巻物は物ですねどういう物によって違うんだ縦に置くか横に置くかで縦様だからねやっぱり木がこう並んでますわな横並びじゃなくてこういう幅で持って 今私見てますこういうふうに並んで正面見てねそうすると巻物などは縦様に置きって <laughs> ええ縦に置けと巻物は縦に置く。ということはこの木の並びが縦でしょうね木の淡いより紙ひねりを通して結いつく木の淡いっていうのは木の間です。紙ひねり 紙ひねりもね。今の紙で編んだ。あのこよりみたいなものでいいのかな。和紙ですからね。こう夜と丈夫です。紙ひねりを通して酔いつくです。縛り付ける？巻物はですね。巻物はこういうふうに置くと。うん、そして次に言いつけるんですね。硯はどうするか？硯も縦様に置けとこういう,ふうに。 筆巻物はこう置く硯もこう置けとそして硯も縦様に置くということは筆が筆がのがが抜け筆転ばずこれあの古文はみんな女子みんなというか女子がよく抜けますけどね筆が転ばず筆がコロコロ転がらないよしと三条の右大臣殿大瀬れきということです。 だからすずりが単独ではなくてすずりも縦に置けばそこに脇に筆を置くかあるいはすずりの箱が縦なのか筆が転ばない安定するよと言ってるわけです。これが、えー、前段ですねで後ろは何かというとのののの家の農場の人々って言うんだよこれもね嘉手の工事家は多分。 書家の家系じゃないかな書道農所っていうのはこれは字がうまいというかね、えー、書道書に優れている壁の工事の家壁の工事という家系の家のその字の上手な人はこういうんですね仮にも仮にもってのはたとえ間違っても 縦様に置かるる置かるるで後ろだな置かるるじゃなくてね後ろのアクセントです置かるることなしこれは違うことを言ってますわな農場の人は縦に置くなと必ず横様に据えられハンベリですベにアクセントがあるねえ。 風の工事家の農場の人々はね。ま、間違っても縦には置かないんだ。置かれることなしですね。置かないんだ。縦にですから。まあ硯 <laughs> 箱みたいな。こういうあるとすると縦様に置くんじゃなくてこう置くんだと。必ず横様に据えられ半べりきって言うんです。 これは何をを置くかといいいうのを書いてないんですけどもね前に「筆転ばず」「硯」って言ってますね。ですからここの家の人たちというのは、えー、縦に置かずに必ず横に据えるんだというね全く何でも何でもと言ったらいいかなそうするとこの2つの置き方っていうのは変わっている。 で前段ではものによって縦横に置くのか置くんだろうかところが風の事家の農場の人々は仮にも縦に置いちゃいけない間違っても縦に置くなよと横にあの据えられ半べりき必ず横に置いたんですよ。何でしょうとこれはどうしてっていうふうに聞くと別には書いてない。ただ 健子さんは、えー「縦様横様置き方あるけども、えー、三条の右大臣殿は縦に置いたら転がらなくていいよ」と非常に機能的なんですけどもねところが嘉の工事の家の農場の人々書道家でいいと思いますがそういう人たちは横に置いたんだと。ねえ。<laughs> これも,もう一回中央を見ますがうんねえ何でしょうかえー、なるほどね、うん。というところではて何でしょう「置き方も違うね」で、そっから先は健康さんも書いてないんですがなまあそれぞれだな ただ私たちに課題となるのはどうしてそういう置き方に何か意味があるのかなみたいなことをねつい考えてしまいますけどそれは賢子さんもここでうん止めているんだからちょっとこれを書いたっていうことはこれを書いた後にどうしてかなという疑問がね引きずられてその後も考えたかもしれません。 そしてまたですね「つれずれ草」でも何段か後になって前の話題をもう一回取り上げてねつながるようなものも見えるんですね。これもあの連続して読んでくると分かる面白い発見なんですけどもねまあこれはこれで、えー、私が読み上げてから何か思いつきましたらまた話すことにしましょうというところで読み上げてみます。 第二百三十七段「柳箱にする者は縦様横様物によるべきにや」「巻物などは縦様に起きて木の淡いより紙ひねりを通して結いつく」「硯も縦様に起きたる」「筆転ばずよし」と。 三条の右大臣殿仰せられき「嘉の公事の家の農所の人は仮にも盾様に置かれることなし必ず横様に据えられ半べりき」というわけです。まあやはり読み直しても「ああそうですか」というだけで。 人によって意見が違うで違う意見を並べることで何か健康さんが自分で疑問を背負い込んだのではないかと私も今読んで背負い込みましたというところで終わりにししします皆ささんんもあのぜひ声に出して読んでくくださいいよろしくお願いします。